さあ、ということで、ラーメン屋さんに行きましょう。よっしゃー、こちらの今回 YouTube でラーメン屋さんね。いや、やっとやりたかったロケがね、ここに来てできるんだけどね。ラーメン嬉しすぎるんだけど、ね、めっちゃ嬉しい。だから今からラーメン食べさせてもらえるってことです。なんか、まあ、確かにね。いや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 、なんですか、サインが悪い顔してる。これ来た、普通に食べてどうするんですか、あなたたちが。食べさせてくださいよ、普通に食べては、ねえ、ね、もう今日は皆さんに一番早く食べれるのが誰かを競っていただきます。早食い、早食い、ちょっと自信あるんですよ、誰。パパ遅い、これ早いよ、遅い、ラーメンだけではもう三重トップアップさ、三重仲間だった。もうなんかよくさ、友達とかショッピングセンターとか行ってラーメンで頼むやん、もう今お前の目の範囲狭すぎ。え、でも俺は普通に給食とか5分以内で食べるって普通だったじゃん。早いタイプ、早いタイプだった。みんな早いんじゃない。じゃあうちミルク結構早い。俺とか外でめっちゃ早いって言われるけど、ミルクの中だったら普通ぐらい。確かにね、俺もミルクの目は早いよ、食べるの。ただし皆さんアイドルですから、かっこよく食べてくださいね。かっこよくイケメンに、かっこよくイケメンに早く食べてください。 CM 来るかもしれませんから。うわ、そうだよ、頑張ろう、ね、顔とかね、めちゃくちゃ飲んでたみたいな。こんな食い方してない、気をつけてね。気をつけます。これはちなみにスープ飲み切りまでですか。あ、判定します、スタッフが。ちょっと待ってやってくれ、向こうじゃない、1本も残さず、はい、はい、食べた人は勝ちということで、はい、余裕でしょう。イケメンは誰だってことですね。はい、はい、真のイケメンですね。マシマシでお願いします。ジロジロジロ、じゃあ行きましょうか。頑張りましょう。じゃあ行っていきたいと思います。よいしょ、マシマシ。これ思ったけど、そもそもローアングルがイケメンじゃない説あるの。写真を送りご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。その方がいい説あるな、アングル。この画角イケメンですか、僕。いや、聞くだけ。お腹すいたな。あのね、下にね、食券制であるんだ。お腹すいたな。周囲の音がみんなで。はい、聞こえます、周囲の音。すいません、すいません。そうそう、そんな増やしていいの、量あってさ。いやいや、だから大変なのね、みんな遅いのに。まず大丈夫かな、お客様、アイスクリームです。え、なにこれ、あっちに 50? はい、なにこれ、うわぁ、うわぁ、すげぇ、やべぇ、超ポテンにした。なんかもう味噌汁くらい、負ける気しませんね。うまそうです。早く、俺も負ける気しませんね。あれ、早く言ったほうがいいじゃん。あれ、負ける気がしない、負ける気がしないってみんな比べてるでしょ。違う、なんか負ける気がしないなって言わない。ああ、そうか。君たち二人さ、麺が伸びてんじゃないの。だから俺だから臭みにしたんだよ。それもちゃんと臭みにした。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 では、失礼します。お待たせいたしました。すごいな。失礼します。お待たせいたしました。みんなラーメン持って持ち受けますか。失礼します。うわっ、やべぇ。おぉ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 、熱いって。これ俺一番最後に来てから、果たすか。見て、みんな、これやばいって。これちょっと食べちゃうからさ、もうすぐだ。まだ湯気立ってんねんけど。めっちゃうまそう。うまそうだ、うまそう。まだ湯気立ってるって。俺のみんな立ってるよ。じゃあ皆さん一斉に来ますよ。ちょ、待って待って、まだ熱いって。これ熱い、それも勝負だよ。本気でいくよ。容赦しないよ。食べ終わった人は、挙手制ですから。はい、みんな、みんな食べ終わったら挙手制ね。はい、じゃあ、お前、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、反則瞬でやります。違う違う違う、もう違う違う違う、もう違う違う、おい、おい、おい、どういう順番それは。反則瞬の1やんだ。見てみる、見てみる、見てみる。あ、みんな混ぜてる。そうそう、サムネ用にやっちゃったんですよ。言っていいよ、サムネ用に。じゃあ俺はちょっとやろう。ちょっと待って、やってやろう。伸びちゃうから。待って、じゃあ、だってみんな混ぜていいって言ってないもん。そう、俺もそうだったから。来る順番で勝負始まっちゃってるから、もう。見
全然いけるよ。あげるか。じゃあ箸置いて、箸置いて。おかおかおか。さすがに。おびろ。おびろ。おびろ。そんな、そんな。箸置いて。はい。いいですか。手こうやって、こうやっていただきます。本気で負けやんからね、マジで。高田さん、ごめんなさい。見て、見て、見て。それでは参ります。はい。よーい。スタート。いただきます。いただきます。なんだ、全然気づかない。うん、うまい。うん、うまっ。うまい。うん、はい、ということで結果は、はい、1位佐野勇斗くんでございます。おめでとうございました。マジで早かった。びっくりした俺。ちなみにタイム1分ジャスト。おーい、ちょっと不服やった。1回言うとマジで高いんちゃった。マジで本当にもうちょっと早く行ける。汚く食べればイケメンも意識してたから。あー、そうだ。じゃあ俺イケメン意識してなかった。めっちゃ早いな。明らかに口にゴムボール入れてるみたいな感覚がですよ。皆さん5秒以内とか。でもどれぐらいでしょ。え、2位が、ほぼ2位です。2位です。で、3位が十太郎。意外。俊太。ちょっと何してんの。その食事だったよな。いや、そうだ。あれはね、結構急いでた。動画見てくれたら分かるんだけど、何回か会う時さ、めっちゃ中国で違いで入ったあんまあったことないから。めっちゃ早いレベル高いですよ。イケメン選手権やりましたけど、はい、何のためにやったんですかこれは。あ、これそう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 、言い忘れたんですけど、はい、これはもちろんビリがお会計でございます。やった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 。や
追加注文してよ。そうだだだだだ、もうやらんでよ、この時間。マジか。やんねん。マジか。でもまあみんな本気でやって上の結果やから。そうだよ。そうやな。でみんなで福岡でさ、ええ思い出作りたいよ。ああ。でも俺だからさ、めっちゃいい思い出。メンバーに払ってもらったお金で飯食うの一番目もよ。さあ。まあいいでしょう。お、負けたからね。さあ、ごちそうさまです。ごちそうさまです。お疲れです。いやいやいや。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本当惜しかったね。ただ本当にスニカップで閲覧中入れてほしい。じゃあ俺も危なかった。ガッチリとして。多分俺が一番危なかった。よっしゃ、よっしゃ。いいね、はい、替え玉、替え玉じゃないよ、みんな替え玉じゃないのよ。これいくらぐらいすんのこれ。こんなもんなのこれ。あっつ、まあ俺も食っとこう。替え玉は話したくてということで、もう思い思い食べたんで、はい、帰りましょうかね。帰りましょう。ありがとうございます。